東滝川駅は、北海道滝川市東滝川にある、北海道旅客鉄道根室本線の駅である。駅番号は T22。電報略号は日和。1977年の東滝川駅と、周囲約750メートル範囲。右が、フラの方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成旧駅名、ホロソーは、現在のポロクラ川を意味する、アイヌ語が大地名化したことに由来する、旧地名である。由来については、諸説あるが、アイヌ語研究者の山田秀蔵は、はっきりしないとした上で、長田法政、北海道江戸語地名会の、清みを置く大川説を引用し、クラは、クーラルとでも読んだものかと推察している。この説を取る場合、 ボロクラに由来するということになる。このほか国鉄による駅名の起源などでボロクラを大きなガ外とする解釈もあるが山田はクラをガ外と呼んだ地名を見たことがないとして疑問視している。現在の駅名は滝川市外の東にあることによる名称である。相対式ホーム2面2線を持つ地上駅。現在は無人駅となっている。ホームの移動は 古戦橋を使う。1日の平均上降人員は以下の通りである。駅前に同様、めんこい子馬の歌詞が書かれた、同局の作曲者である、二木滝夫の検証費が設けられている。ありがとうございます。